3月9日土曜日の全国の天気をお伝えします。太平洋側では広く日差しが届くものの、東北から北陸の日本海側では強い雪や雨に注意が必要です。冬型の気圧配置となり、太平洋側を中心に広い範囲で日差しが届く見込みです。ただ東北では太平洋側でもにわか雨の可能性があるため、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。そして東北から北陸にかけて日本海側を中心に雪や雨が降り、一時的に降り方が強まる恐れがあります。突風や雷を伴う恐れもあるため、外出の際はお気をつけください。そして晴れているエリアでは明日は花粉が飛散しやすくなります。花粉症対策もしっかりと行ってください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。